かがみとは、日本の銀行家、元大倉官僚、東日本銀行会長、東京都港区出身、港区立青山中学校、都立日比谷高校、東京大学法学部卒、1965年級大ーク賞入賞。同期には、臼井信明、竹島和彦、坂木原英介、大塚伊佐夫、平岡哲也、白石忍など、 主計局総務課に配属。1966年3月に証券局総務課。1967年4月に大臣官房調査企画課。1968年5月に厚生省年金局年金課係長として勤務し。1970年7月に木富税務所長。3年あまりジェトロ在フランクフルト産業調査員に当時の事務員は加賀美和人だけだった。 帰国後、国際金融局投資一家補佐、銀行局銀行課長補佐などを経て、1980年6月に銀行局総務課企画官、米里博銀行局長、土田正明総務課長の下、坂本道里らと共におよそ50年ぶりに新銀行法改正案を成立させた。大臣官房参事官、銀行局保健部保健、第二課長、 中小金融課長、銀行課長を経て、1990年に銀行局総務課長。その後、1990年6月に東京税官庁を経て、1991年6月に銀行局保健部長に。保健部長在任中は、政府、損保業界間の垣根の撤廃、銀行、証券業界との相互参入、金融自由化などの論議が、 竹縄の折、増床の諮問機関である保健審議会の答申を受けて、1992年におよそ50年ぶりの保健業法改正の端緒にあった。東京国税局長を経て、1994年から1995年6月まで関税局長を務めた。大倉省退官後は、 ユギン理事を務めたり、1999年に東日本銀行に顧問として入り、副頭取を経て2001年から2011年3月まで頭取を務め、現在は会長。また2005年からは、第二地方銀行協会会長も務めた。その一方では、関東テニス協会会長及び日本テニス協会副会長を務めている。ありがとうございます。